皆さんこんにちは、パリジェンヌラシュリストの清水さやかです。今日はパリジェンヌジュシーブロー監修の深津先生にお越しいただいて、メンズの眉のお手入れのポイントを交えながら、お手入れしていただきたいと思います。早速うちのスタッフの本日は阿部がモデルになって行っていきたいと思います。はい、パリジェンヌジュシーブローの深津です。よろしくお願いします。では今日は、メンズのアイブロウケア、お手入れの、ポイント、コツなどをお伝えしていきたいと思います。普段は処理をされてますか？自宅では眉毛カットをたまにするぐらいで、はいはい、あとはサロンの方で2ヶ月に1回ぐらい産毛とか無駄毛の処理だけはしてもらってます、はい。じゃあこの今の形をベースに無駄毛の処理をされてるっていう。そうですね、はい、そうですね、はい。今日は今のナチュラルな雰囲気を生かしつつ、少しイメージを変えて信頼感などを増していけたらいいかなと思います。はい、では、まずこの眉尻、下がり気味の眉尻をこちらの方でカットしていきたいと思います。で、男性は圧倒的に多いのが、こういう状態でハサミを入れることによってちょっと短く切りすぎてるっていうことがあるので、こう立てて必要のないところだけをカットするようなイメージで行っていきます。続いてツイザーです。それだけでもちょっと雰囲気が清潔感が増したように思うんですけれども、眉頭の位置ですね、眉頭の位置が少し離れ気味なので優しく見えるっていうところはいい部分なんですけど、男性らしく、信頼感を増すっていう意味で言うと、もう少しだけ寄せてあげるといいのかなと思います。男性は少し抵抗あるかもしれないんですけれども、自然に描く、部分的にアイブロウを、アイブロウメイクをされる方も増えてきてます。では今日は市販の描きやすい、使いやすいペンシルを使っていきたいと思います。この眉頭の距離もあるんですけれども、目と眉毛の幅を近づけることによって、力強さが出ます。はい、では完成です。目を開けてみてください。すごく清潔感と、信頼感が増したように感じます。今日させていただいたポイントとしては、もともと少し下がり気味だった眉尻をカットして、角度を少しだけつけた状態と、眉頭の幅を狭めることによって、ちょっと男性らしく強くするイメージ、あと目とのバランスですね、目と眉毛の、幅を少し縮めた状態です。で、生えてないところ、毛量の少ないところを自然な範囲内で描くことによって、男性も違和感なく過ごしていただけるかなと思います。これ先生、だいぶ変わったように見えるんですけども、はい、お手入れっていうのはどのぐらい の、 期間でやっていけばいいものなんでしょうか？はい、お手入れは、皆さん生えてくるペースっていうのが違うので、気になったタイミングで自己処理されるといいとは思うんですけれども、自己処理はしすぎてしまうと
男性の場合1本ずつがしっかりしている分だけ穴を開けてしまう可能性があるので、あまりしすぎないようにしてもらって、眉毛から離れたところを簡単にシェービングしていただいたりとか、あと少し長さをカットしていただくぐらいで、サロンでケアをされる場合はだいたい3週間から1ヶ月ぐらいがおすすめかなと思います。先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。阿部さんいかがでしたか？本当は初体験なんですけど、すごく変わったなっていう印象ですね。今まではどんな感じでやられてたんですか？もうその眉毛をそんなに形を変えずに処理をしてもらってたぐらいなので、なるほど、昔からこうビフォアみたいな写真の眉毛、すごい変わりますよね。そうですね、なんか本当にこういうイメージからこういうそうですね、変わりますね。困り眉っていうのはよく分かりましたね。はい、はい、という感じで、このチャンネルでは、今後もアイブロウに関してもたくさんコンテンツを揃えていきたいと思うので、いいねと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。